こんにちは、アンディです。今読んでる本がですね、こちらになるんですけども、YouTube 動画SEO 最強の教科書ってですね、で、広報 PR マーケットのための本って書いてあるんですけど、実際ですね、これ YouTube の仕組みを理解したい方にとってはもう皆さんが読むべき本かなと思っています。で、実際私に今一番必要な本だと思ったんで、読ませてもらってるんですけど、今ですね、この動画をアップしてる現段階では全然再生回数が伸びていません。というのは、この動画を上げてるチャンネルって新しく立ち上げたチャンネルなんですよね。で、そうした時にじゃあなぜ新しいチャンネル立ち上げたかというと、もともと運営してたチャンネルの方に私はもう何年もかけてずっと動画をアップし続けてきたんですよ。でもそうするとなんかそのチャンネルの中でもともと学習塾の代表やってるので、その子供たち向け、中高生向け、もしくは基礎生向けの勉強とか資格を取得したい方のための勉強法の話っていうのを上げてきたんですけど、そこにですね、私が話したいこともどんどん上げていったら、もうなんか一般向けのテーマと勉強系のテーマとその混在したごちゃごちゃしたチャンネルになっちゃったんですよね。で、そうすると最初はそういうことはあまり気にせずにどんどんその自分の見てほしいと思う情報を、上げ続けたんですけど、全然再生回数が伸びない。チャンネル登録者数は伸びてくださってるのに、なぜかその動画を見ていただけないっていうことがあって、で、これなんでだろうと思った時に、どっかで YouTube そのものを理解しないといけないんだろうなってことが分かったので、私の中で更新頻度を下げることになっても YouTube 自体を理解しようと思ってこの本を読んでみたんですよね。そうするとやっぱり YouTube のアルゴリズムを理解するってことはめちゃめちゃ重要だってことが分かります。で、もともと学習塾やってるので、その勉強で結果出したいんだったら勉強そのものの、まあ、ルールというかね、受験制度というのはどういうものかということが分かれば、何をどうするべきかっていうのが分かるよねっていうのがあったんですけど、それを私は YouTube でやってなかったんですよ。で、それは一つはそのめんどくさいっていうのがもちろんあったので、でも結局 YouTube を利用して何か自分の情報を拡散していこうと思ったら YouTube のこと分からないとやっぱ結果出ないよねっていうのは全く一緒だったんですよ。そこで、まあ、YouTube のことを知るための本ということで今回この本を読んでて、で、もう一つちょっとね、まだ読んではないのでまた改めてご紹介しますけども、こちらの、YouTube でビジネスを伸ばす動画の成功法則っていうのも後日、読み終わったら、情報共有したいなと思っています。もちろん皆さんの中にも私と同じようにちょっとチャンネル運営で苦しんでる方とかいらっしゃると思うんですけど、要するに動画そのもののクオリティを上げることが一番重要かというとそうではなくて、まあ、あくまでも YouTube のアルゴリズムを理解して YouTube がどういった環境を作ろうとしているかってことにマッチした動画を上げていけるかってことが結構大事だっていうのが分かってくると、やるべきことが見えるかなと思ったんですよね。で、まあ、ちょっと全部はお話もちろんできないんですけど、基本的なところ、その一番大枠のところをお話しすると、 YouTube っていうのは一人一人の視聴者の方にとって一番最適な環境を用意したいっていう状況なんですよね。で、そのためには YouTube 側はその一人一人の視聴者の方のニーズっていうものをビッグデータから抽出して、この人はこういう傾向を持ってこんな動画を見る人だから今度はこういう動画を紹介してみようかなみたいなのが働くんですけど、要はじゃあその紹介してみようかなと思ってるその動画をどっから拾ってくるかって話なんですよ。で、そしたらじゃあ YouTube のアルゴリズム的に私たちの動画、私たちが今度上げた動画っていうものをどう評価してるかというと、例えば字幕機能がありますよね。字幕機能があるんで、YouTube は動画の中も精査してるんですけど、その文脈をつかめるわけじゃなくて音声情報をただ文字情報に落とし込んでるだけなんで、その動画でどんな話が流されてるかっていうその文脈を理解してるわけじゃないんでしょ。ってことは私たちはその動画のクオリティももちろん大事だと思うんですけど、それじゃなくてアルゴリズムが、どのデータを拾ってその評価をしてるかってことを知らないといけない。その時に実は YouTube アルゴリズムはタイトルとか概要欄とかタグ付けっていった文字情報を参考にしてるんですよね。で、例えばチャンネルの説明欄のところには1000文字で紹介文が書けるんですけど、そこって1000文字しかないんです。でも一個一個の動画の概要欄は5000文字書けるんですよね。で、このなぜ一個一個の動画の概要欄が5000文字も用意されてるのかってことを考えていくと、実はね、ここに文字情報いっぱい入れてくださいと、要するにここの情報をしっかり充実させてくれると私たちはこの動画のことをちゃんと評価できますよ。そしたらこの動画ってはこういう情報が流れてる動画なのねってことが分かると、YouTube 側としてはその動画の傾向と、視聴者の方と紐付けることができるようになるので、私たちがすべきことっていうのはタイトル、概要欄、そしてタグ付け、もちろんサムネイル の構成もそうですけど、この動画っていうものはどういった動画と関連付けられる動画なのかってことを YouTube 側に私たちが丁寧に説明してあげないといけないっていうのが基本にありますよっていうのがあって、で、これが分かるだけでも私たちはそのチャンネル運営にものすごくね、改善の余地が出てくるなと思ったので、もし今 YouTube のチャンネル運営に苦しんでる方で、これから YouTuber になろうと思って何かを始めようと思ってる方は、もうその前にですね、ぜひね、これをやってください。この本を読んでください。じゃないと本当にね、好き勝手上げてただけだったら全然再生回数伸びていきません。で、やっぱり視聴目的
的、視聴者の方の視聴目的とそれに対するマッチした有益な情報っていうのを提供できないと、やっぱりチャンネル自体をね育てていくのって難しいので、植物と同じですよね。丁寧に本当に水やりとか雑草抜きとかしてあげないといけないのと一緒で、私たちが思っている以上に YouTube に対してね、丁寧に付き合ってあげないと、 YouTube のアルゴリズムを活用して私たちの情報を拡散していくことはできないと思いますので、まだねこんな偉そうに話してますけど、このアップしてる段階では全然もう再生回数全然ないんで、信用ないかもわからないですけど、ないからこそ今勉強してるんですよ。ないからこそこれを必死に勉強して結果を出そうとしてるので、この先このチャンネルがどんな風になっていくのかっていうのをぜひね楽しみに見ていただけたらいいかなと思います。今回は YouTube 動画 SEO 最強の教科書っていう本をご紹介してみました。何かの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。今回もご視聴ありがとうございます。この機会にチャンネル登録の方お願いします。それからコメントや評価の方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。私の日頃のアップデートが皆さんの何かの参考になれば幸いです。それでは他の動画でもお会いしましょう。よろしく。